高素料理は中国のチャンス商に発祥した郷土料理で中国八大料理の一つ。上海料理の原型であり、明の都であった南京、豪商が贅沢な料理を生み出した洋州、文人が多く集まった蘇州など各地で異なる料理がある。江南地方の肥沃な平野の農産物、超高水系や東、シナ海の豊かな淡水魚。 海水魚や水鳥及び港南の発達した都市文化から生まれた料理でチャンス料理または同系の上海料理が山東料理、四川料理、関東料理とともに中国次第料理の一つにも数えられる味は全体的に淡白で旬の素材の旨味を生かすことを重んじる一般的に素材が柔らかくなるまで調理するが 形が崩れてしまうほどには柔らかくしない。また、各皿の盛り付けに当たり色や型の調和を重んじ、スープを用いて、風味を増すことに重点を置く。酵素料理は4つの種類に分かれる。講義のチャンス料理には、これに、上海料理が加わる。南京料理は、超高創意の南京を発祥の地としており、繊細な見た目と穏やかな味が特徴である。 カワウオやカモなどの他野菜を多用する。特に、金ン三草と呼ばれる、キッカノウクコトウバラン島の野菜三種、総春ヨニアと呼ばれるアクタナ、バラン島、アシオモギ、ノビルの野菜四種はよく使われる。主な料理キ虫シシ、ジギョジュニアゲ料理は、超高南北の洋州、ワイアン、チンコウを発祥の地とする。洋菜、ヤンツァイヤンカイとも呼ばれる。 材料選びと包丁使いの技が進んでおり、味は淡白であっさりとし、スープなどに優れている。主な料理素酢料理は、長江の南の湖水地帯で古来からの都会である、蘇州、無釈、上州を発祥の地とし、蘇州料理と無釈料理に分かれる。酒かすを調味に多く使い、 周囲の湖や河川から採れる各種の水産物の扱いに優れており、味は甘く比較的濃い。主な料理松ネズミ結魚除海料理は、チャンスー省北部の海岸地帯にあるジョシュと、レンクモコウを発祥の地とし、味ははっきりとし、海産物と野菜の使い方に優れる。主な料理、縁広し業、理財編、素養風味 P4。 1995年、チンタオ出版社、チンタオ、ISBN7543612585。ありがとうございます。